こんばんは。はい、みんな大好きペニーのお時間です。笑わないでください。恥ずかしいの。タイトル名がね、ちょっとね、はい、申し訳ございません。まあ、最初にあのね、ご案内というかね、お話をさせていただきます。まず、ね、だいぶ収まってきましたけど、コロナ対策、演者スタッフともに検温を行ってますよと、換気もね、ちゃんと50分に1回しておりますと、あと番組切り替え時にスタジオ内をね、ちゃんと消毒してますと、あと除菌の機器をね、導入しております。はい、あと、ここね、実はね、窓に面してるんですね。なので、あの、まあ、今日はね、収録なんですけど、救急車とか通るとサイレンの音とか聞こえることがありますんで、それは、ご了承ください。次に、番組のね、応援の会っていうのがあります。鳥越アズーリーさんの中のこの番組が好きみたいな方はね、応援の会に入ると、放送のね、内容が見学できたりとか、できます。詳しくはね、ホームページをご覧ください。最後に、この番組への質問、一応ね、このツイッターのアカウントで受け付けております。ただ今日は収録なのでリアルタイムでお答えできません。もしね、質問があれば、次回の放送の時にお答えしますので、よろしくお願いします。はい、以上ね、お知らせになります。はい、で、今日はゲストは、はい、アズリでもね、番組をお持ちの、はい、第4火曜日の19時からですか。はい、はい、恋愛番長の石川まどかさんです。はい、恋愛番長やってます、石川まどかです。どうぞよろしくお願いします。なんか今回ね、なんか、はい、ツイッターでナンパしたみたいな感じがしました。嬉しい、ありがとうございます。アカウントフォローされてみたらね、はい、番組やられてるってことで、うん、ね、じゃあゲストお願いしちゃおうみたいな感じで。嬉しい、はい、ありがとうございます、ね、来ていただきました。で、まあ内容的にはだから本当に知り合って間もないので、はい、まあ別にお付き合いしてるわけじゃないんですけど、あの、僕のこと実はあまりよく知られ、ね、ご存じないと思います。一応一回打ち合わせはさせていただいたんですが、はい、まあ、あの、一般の人がこの変なね、クニカマンってどう見てるか、きっと疑問に思っていることが多いと思うので、その活動の部分みたいなのは、もし打ち合わせせずに、まあね、聞きたいことを聞いてくださいという感じでね、今日は。はい。はい、だから多分、あの、皆さんが聞きたいこと、えって思っていることを聞いてくださると思うので、いろいろ聞いちゃいます。はい、いろいろね、あの、クニクマンのことを分かってほしいと思って、今日ね、番組、はい、臨んでます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、早速ですが、はい、ね、まあ本当にね、一般の方にこんなね、番組っていうか、クニクマン声をかけるってことして、はい、本当はいけないんじゃないかなと思いながら、はい、お声をかけた次第なんですが、はい、はい、いかがでしたか。そうですね、あの、最初でも名前見た時にドキッキョって思って、はい、でもまあ大事なことだよなって思ったんで、なんかぜひお話ししてみたいなと思ってたんで、はい、実は楽しみにしてます。 ありがとうございます。テレアなんです、ふっとしちゃうんですけど、いえいえ、はい、すいません。はい、そう、まあ大体第一印象はね、あの、まあ、こんな風景の写真を皆さん見るんで、なんか大きくて怖い人みたいにね、よく言われます。はい、なんか多分、あの、筋肉マンって言って、うん、あの、まあ、実際にアニメの筋肉マンとクルーニーが合体して筋肉マンなんで、そのなんかね、筋肉マンのイメージが皆さんお持ちみたいで、はい、そう思いました。はい、あの、ね、ちょっと恥ずかしいので急にって言っちゃうんですけど、はい、そうですよね、筋肉マンみたいだなって思います。そうですね、はい、そう、だからどんな活動してらっしゃるんだろうなと思って、それもなんか聞きたいなって思っていたし、実際、まあ、そういうことってするじゃないですか、こう個別にね、はい、あの、私も、あの、恋愛の仕事をやっていてっていうのが、こう恋愛のことの相談を受けたまわったりだとか、あとは、あの、まあ、性の今こうセミナーとかもやっていて、いろんな方からお話を聞きするんですけど、はい、ね、きっと皆さんそういうことをやっぱりされるんだろうなって思うから、やっぱりそれもちょっとあの、せっかくなんでここで話したいなと思ってたんですけど、はい、実はみんなされるんだろうなっておっしゃいましたが、はい、あの、全年代通してする人が 50% しない人が 50% です。で、僕はする側の人間だったんで、ずっとみんなすると思ってたんですけど、しない人がいるってことを、就職した1年目に気がついたんですね。そう思います、本当に。女性は8割の人がされたがっていて、で、ちょっと驚くべきことに、20代男性は今 80% がしないらしいですね。若い子、はい、まあ、そうなんだ。うちにね、まあ、教えてるんですけど、学びに来た人に、おじさんたちも20代女子にチャンスあるよって言ってます。確かに、はい、いや、そうですよね、本当、あの、だから、確かにそういうものをして
くれたりとか気持ちよくしてくれた方が多分女性もこう解放されるのになっていつも思っているので、はい、なんかそのあたりもなんかいろいろ聞いてみたいなと思ってたんです。申し訳ないんですけど、うん、あの言葉は僕ダイレクトになっちゃうんで、あの国だまんこだフェラだって言っちゃうのでその辺だけご了承いただいて顔ばっかりしながら、でも聞きたいことは聞きます。今ね男性の半分がしなくて、はい、女性の半分がね、はい、まあされたいと、はい、だからまあした方がいいわけですよ絶対、はい、あとでしない理由がねひどいんですよ。なんで？汚いから。あ、傷つく。だからそれ言わないですよ。だから汚いとこだろうなみたいな。で、女性からしたら、なんでしない人ほどフェラをさせたがるから、同じじゃんって。え、だって女の人は多分そういうこともあるんだろうなって思って、そこは特に綺麗にして、うん、ね。でもだからおしっこが出るところが嫌だっていうのが男性のしない人の言い分です。あ、本当に。でも自分のおしっこが出る人口は加えさせるから、女性が怒ってるわけですよ。皆さんね、そうですよね。え、でもあのやっぱりこうしてくれた方がっていうか、あのこうたくさん経験があるかもしれないんですけど、女の人は嬉しいって言ってくれたりする人の方が多くないですか？と思います。多分。ただ嫌がる人のやっぱし一部っていうのは大多数は汚いから嫌とかね、恥ずかしいからっていう人が多いです。確かにその。あの今度その性のセミナーをやるときにもまたあの次もお相手したくなる人ってどんな人って話をテーマにやろうと思ってるんですけど、はい、その中にはあしてくれなかったなっていうことがないなっていう意見って女の人の中には結構あるんじゃないかと思っていて、あ、うん、実際本当にそうで、うん、あの今、前の DMM.com 今とファンザっていうのがありますね、うん、あそこの検索ワードランキングっていうのが毎年発表になってて、うんはいはい、去年も一昨年も女性の検索ワードランキングの1位がクニなんですあ、じゃあやっぱりあ、じゃあこの番組もみんな大好き92のお時間ですっていうことだけど、はい、特に女性はね、大好きな方が多いのかな。さすがにね、まあダイレクトにね文字が、うん、国だとまずいんで急ににしてますけど、はい、そうですよね、はい、でもであれですよ、実際にそういう技術を教えされていらっしゃるんですよね。はい、あの国道場っていう教室で実は2006年の3月24日から始めました。もうだからもうすぐ10まるまる17年になります。あのじゃあちょっと言葉は言えないけど、でもあのストレートにちょっとお聞きしたい、はい、あお聞きしたいしちょっと意見を言いたいんですけど、はい、私結構世の中のほとんどの人が急にだけじゃなくてもっとお勉強してきたらいいのになって思うしそういったご意見もよくお聞き女性から聞くんですけど、はい、やっぱりそうだなってこう思われることってありますか、こう道場やっていらして。あ、まあずっとそうですね。で最近その男性がダメな理由がはっきり分かったんで、何がダメかっていうと、うん、本能なんですよ。本能？はい。本能？例えば人間もね動物なんで、うん、三大欲求ってありますよね。食欲、睡眠欲、性欲。うん、でそれ三つともねやんないと死んじゃうんですよ。え？だって食べないと死にますよね。はい。寝ないと死んじゃいます。うん、で性欲、セックスしないと滅びちゃうわけですよ。最近 ね、イーロンマスクっていう方はね言ってますよね、うん、韓国なくなるよって、日本ももうすぐなくなるよって。なんで？子供作ってないから。でそうならないように神様がセックスはできるように作ってるわけです。でも男性たちは何かのきっかけで AV 見たとか本を読んだでセックス学んだと思うんですけど、学ばなくても年齢が来たらできるんですよ。だから犬とか猫にねセックス教えないでしょ。何勝手にセックスして子供作ってるんですか。だからそう滅びないためにやるわけですよ。人間もそのためにできるように神様が作ってくれてるんですよね、はい、なのに学んだ気になってるから学んだことが正しいと。で最近だとやっぱ AV で学んじゃうから AV がダメなわけですよね。でそれは真剣さんも森林君もね言ってますよね、うん、AV ってファンタジーだから真似しちゃダメですよ。もう本当今すごく大事なこと、ここはあの切り肉さん切り抜いてください。もう本当そう、それで勘違いしてる。はい。でさらにですよ、じゃ要はそうするとなんでダメかっていうと、本能のセックスって子供を作るためだから、うん、男性が発射することなんですよ。そうすると全て男性は何も考えないと自分が発射する動きをするわけです。なのにみんな女性は気持ちよくしますよってで女性が気持ちいい動きっていうのは一定なんで絶対
まみれないわけ、愛まみれないわけですよ、うん、心にもないことをって思ったりしてますよ。だからそれを理解しないと女性を気持ちよくで、あるね、まあ、アダム徳永という人も言ってるんですけど、はい、男性は射精を放棄しないと女性を気持ちよくできないよって、だ自分の射精を放棄しないと女性は気持ちよくできないです。で、まあ、今本を読みまして、さらにごめんなさいね、なんか急に、ね、いい熱くなっちゃうんで、もう一個修正。修正。はい。今でこそ、うん、専業主婦って言葉はなくなりましたけど、はい、30年前まで当たり前にありました。で、どういうことかというと、男性は外に働ききます、うん。女性は家にいて子供を育てて家庭を守る。うん、で、そういうのがずっと続いてきたのは近代変わったんですけど、はい、古代。農耕民族も狩猟民族も女性は家にいたわけです、はい、何でいたかっていうと人間の子供が未熟児で生まれるから、うーん、でそれはねちょっとそんなことないですよ、大事にしてあげないとというかね、生まれてきた時に目も見えないし、うん、歩けません、本当ね、そうすると親がね育てないとダメなわけです、うん、でも動物の子、例えばシマウマの赤ちゃんね、生まれてきて10分後ぐらいに立ち上がって走れなかったら、うん、食われて死んじゃうわけですよ。だから動物園で、まあね、立てない歩けないシマウマが生まれたら殺すわけですよ、まあ、殺処分、はい、要は自然の生態系を崩さないようにするわけですよ、ね、そういうで人間はそれを守るためにだから母親はじっとして子供は育てる、はい、でそれが得意なようにできてるわけです、ね、男性は働きに行かないといけないから動きとか変化が得意、そうするとセックスでも動き変化で、ね、女性は修正でも動き変化、女性はセックスでも一定で修正でも一定、そうもう全体まみれないわけですよ、本当にそうですね、そこがうまく気持ちよくできない原因で、セックス自身気持ちよくすることじゃないので、実はね本能はたまたま人間が、まあ、声が大きくなってますね、男性が男性がね発射することに気持ちよさを覚えて、はい、セックスをする相手を気持ちよくしたいと思っちゃった、あでそれは気がつかないと女性は気持ちよくできないよっていうところに、うん、4年ぐらい前に行き着いたわけですね。4年、ああでもいいところに、えっていうことはじゃあその道場にいらっしゃる方とかはやっぱり技術を上手にしたいって、でも私はすごくいい志だと思っているんですけど、はい、技術ってどんなことをしたら上手になるのっていうのが男性の意見だと思ってるので、はい、対面してます。最初に技術はいらないよって、はい、え道場なのに技術、だからそこがねそれを背反してるんですけど、技術を覚えてもダメなわけですよ、うん、どんなに上手くなっても女性を気持ちよくすることはできません。そういう前に女性のことを知らなきゃいけない、今言ったその本能のこともそうだし、女性ってどういうのっていうのを知らなきゃいけないのに、わかる、それを置いてきちゃってるわけですね。えでもよく男性で僕上手いんだよって人いるじゃないですか、はい、で僕上手いんだよって言う人ほど下手ですよね。だから、まあ、女性がよく言ってるのはイケメンとデカチンはセックスが下手だよねとか、まあ、君に上手い人は当然君に下手くそだよねって、要は僕も肉まんになる前に国うまかったんで言ったら、まあカップルパーティーみたいなところでね、そしたら100人中100人からそういう人ほど下手だよねって言われました。あーよかった、私結構尖ったこと言っちゃったかなと思ったけどそうなんですよ、全員ほんとそう。だから男性ってまあ一番わかりやすいのは、ある女性を気持ちよくするとあもらったと思ってそれを他の女性にもするわけですよ。女性はえこれ私のじゃないんですけど前の女のなんですね、そんな泣いちゃいますみたいな感じですよね。でそれをね、私も嘘ついたことある気持ちよかったってそれをセックスもそうですよ、恋愛にも言うわけですよ、うん、で他の残念ながらどこのセックスセミナーも恋愛セミナーもこうするとセックスいろんな気持ちよくなりますよとか、こうすると彼女できますよって言って真似すると失敗するわけですよ。わかる、だから難しいですよね。でもビジネスだけを考えたらこうすると国で女の子行きますよってみんな来るわけですよ、うん、でもそれ言っちゃうと嘘だから僕は言ってないんですけど、そうするとやっぱりねビジネスとしては儲からないみたいになるわけですね。でも本当に今の話ってすごい大事な話してると思ってて、これ大人の義務教育にしてもらいたいぐらいの大事な話ですよ本当に。だから何したらいいかっていうと、目の前にいる女性の反応をね見て、それに合わせて何をしたらいいのか自分で考えてしなくちゃ。でも例えばね男性で、はい、まあ、お年の話じゃなくて、まあ、あるところから聞いた話としましょう、はい、じゃあねそういうことが始まりますっていう時に、あの嫌なことがあったら言ってねとか、こうしてほしいって思ったら言ってねってこう男性が言ってくれて、はい、あなんかいい雰囲気だから、じゃ あの痛い思いとか辛い思いとかがあの嘘つきたくないから言おうって思うじゃないですか、はい、でもねそうすると、え前の彼
女はみんな気持ちいいって言ってくれたんだよこれって言われたりとか、あとは、そんなに言われたらさ萎えるよねとか言って逆切れされちゃったりとか、言わなきゃよかったってみんなが自分うまいと思ってるから否定されると怒るわけですよ。確かに、そういうのはやっぱりよくある話なんですか。ありますよ。一番すごかったのは、道場終わったら全然ねモデルがたまたまうちの奥さんがモデルやってて全然感じなかった、感じなかったから、いや、お前君に言って舐めたら女性はみんななんて言うだろう、なんで言わねえんだよとか言って散々怒って、そしたら2週間後ぐらいに酔っ払ってきて延々と2時間なんでなんて言わねえんだ最低言ってきて、もう本当に困ったことがありました。もう本当それはダメですね。いやー全然そういう人多いですよ。だから本当のこと言っちゃうから道場も1回で来なくなる人も結構います。いやそうですよ。だって本当にあのこれは本音で言いますけど、それは違うんだけどなって思うことってすごくあるし、気持ちよくないから早く終わってほしいって思う時もある。これはあのよく女性なんていうの、今の彼氏本当に下手くそでとかっていうのの時に、はい、早く終わってほしいんだよねとか、そうすると辛いとか言うでしょ。言ったふりするんですよ。まあね、でも毎回でそれで何回も来るから、もう本当にそれがきつくてきつくて別れたいっていう話とかも、やっぱり実際占いでもそういう話って聞いたりするからこれ本当によくある話だから、女の人の本音をちゃんと聞き入れてほしいなって思ったりするんですけど、はい、でもどこが気持ちいいっていうのって、やっぱりポイントを教えるってことでもないんですか。ポイントも全部違うんで。わかる。そうじゃないですか。あの男性の、まあ、体の起源から言うとペニスとクリトリスは一緒って言われてて、うんうん、そうですよね。クリトリスを皆さん舐めていくわけですけど、ちょっと抜けてください。あの男性の気筒の部分と一緒です。ね、そうすると男性はね、鍵が気持ちいいとかって言わないですよね。俺裏筋が気持ちいいとか、鈴口が気持ちいいとか、鍵の上が気持ちいいんだよって言うじゃないですか。おっしゃる通りです。でも女性は全部クリしか言わないんですよ。で要は大きさの問題です。クリトリスがこれぐらいだとすると、あ、ごめんなさい、クリトリスがこれぐらいすると指がこんぐらいなんで全部隠れちゃうわけです。だからどこ触ってもクリなんですね、うん、でもこれがおちんちんだったら裏筋だったら鈴口だったら違うと、うん、だからちっちゃいけどその同じ起源のものなんだから、そこまで見なきゃいけない。だからでも女性が分かんないわけですよ。で僕あまりまたね喋りすぎて怒られちゃうんですよ。4300人ぐらい訓練をしてきたんですけど舐める前にここが気持ちいいですよって言った人は3人しかいないです。だからクリが気持ちいいみんないますよ。だからクリの動向みたいなね。でね、なんでそういうすごいそれも印象に残ったかっていうと、うん、初めてミクシーで訓にしてくださいって言われてメールが来た人、はい、あったら、はい、私クリの左の付け根が気持ちいいんでそこ舐めてくださいって言われたんです。すごい、もう8年マークですよ。ええどういうことみたいな。でいざことをすることになってパーって見たら、うん、その人のクリトリスが小指の方第一関節から先ぐらいあって、あだったら左の付け根わかるみたいな感じでね、分かりやすい感じだったんですね。それではそういうことかって、あ、まあ、結構ね早い段階で理解できたっていう。それって言っていただけるのってこう、まあ、嬉しかったりすることなんですか。こう教えてくれるっていうのは。いや教えなくていいよって、こっちが探すからみたいな。あ、探すのもこう男性は楽しかったりするんですかね。楽しくないと思います。なんで？難しいから。でも実際にはですね、まあ、探さなくても皆さんそこそこは気持ちいいんです。どういうことだと、うん、まあ、これがクリトリスだとすると、女性が気持ちいい場所っていうのはここだとします。はい、ほとんどの男性がこういう訓練をします。はあ、そうすると強いからここまで刺激が来て、ここも刺激を受けて、まあちょっとオーバーですよね、気持ちいい。でも道場で教えているのは、ここ気持ちいいんだったらここだけ舐めようねって教えてる。そうするとすごくソフトな舐め方になるんで、まあ実際に僕が初めて訓練をすると、女性たちはほとんどの人が何をされたか分かんない、細かすぎて、うん、っていう感想を言います。はあ、ネットにも書いてますけど、100分の1ミリまで場所を探しますよって言ってます。それはちょっと、まあ、あの高度だからなかなか難しいですよね。はいはい、あの下町工場の職人さんと一緒です。 NHK のドキュメントとやってるでしょ。
ネジとかを削っていって目分量でやって測ったら、あ、100分の1は1ミクロンまで合ってますねみたいな。なんでしょう。なるほど。でさらにあのそれって最近自信持って100分の1って言い出したのはトヨタ自動車のレクサスって、あ、ごめんなさい、レクサスセンチュリーって車で知ってますよね。あります、はい、はい。であの最後の出荷のチェックをしている人が80歳ぐらいの男性社員で、はい、その人が素手で全部触るそうです。へえ。その人が OK 出さないと出荷しないそうです。うーん。罰が出たら塗装全工程やり直したそうです。うーん。でそので最後人間の力に頼っているので。なるほど、ね、人間の感覚って大事だよね。だからその100分の1ミリを追求しようってことに。うーん、はい。じゃあそれはもう本当にまあその観察、まあ、女性をちゃんと観察しないと分かんないっていう感じですよね。だって男性のねおちんちんがちょっと刺激するとピクって動くの分かりますよね。分かります分かります。男性の、あ、女性のマンコもピクって動くだけです。それをちゃんと、大事。じゃあもう前の彼女がこうだったとか、まあ、あのビデオによる教育っていうものとかじゃなくて、はい、こうまずはこうあのお乳の、ね、こう彼女ができたりとかお乳の相手がいた時にはまずはちょっと観察してみようとか、まあそうですね、こう探ってみよう。あと同じ女性でも5分後には変わります。極端におしっこしただけでも変わるし明日になったら変わるし。あ、わかる。でも本当にそうですよ。本当にそう思う。だから女性ってね最近これが生徒さんもね言ってましたけど、うん、ネットを見ると月に4回性格が変わるみたいに書かれてる。すごくわかる。4回って、あ、分かりやすいよ。要は PMS があって、うん、生理があって、うん、排卵があってあと不自然状態で男性はその不自然状態が1ヶ月なんですよ。だから女性がこう変わっていくのが分かんないわけですね。確かに結構私自分の体を観察するのがすごく好きだったりするんですけど、はい、例えば前の日にあんまり寝てなかったなとかちょっとなんかこう嫌なことがあったなとか、あとは逆にこうなんかなんていうの、いっぱい水分取ったなとか、そういう時によっても全然なんかこう自分の体って違うなっていうふうに思うんですけど、多分なんかそういう変化がね、はい、あるんですよね。女性の体もそうだし男性の体もそうだ。男性も今例えばクミリだけ言ったら、うんうんうん、マスクしてるじゃないですか、はい、そうすると自分の唾液が少ないとか喉乾いたか分かんないと一緒に水分量が分かんないんで、うん、やっぱりそれ失敗するわけですね。例えば唾液出ない理由が睡眠不足、二日酔い、風邪気味とかでも出ません、うん、だからでもなんで唾液が必要かっていうと敏感なとこだからちゃんとね唾液の潤滑剤が必要なの、まあ、そういうのをもうだから面倒くさいことを、ね、最初に言うからみんな来なくなっちゃうんですよね。でもそれを知らないとうまくならないから、だからそんなこと言ってるから国道ですねって言われちゃうんですよね。武道みたいな感じ。あ、でもそれってね、その今急にのお話ではあるけど、でも美容とか健康で言ってもやっぱりその水分ってすごく大事だから、まあね、はい、やっぱりそれも一つのバロメーターの一つで、はい、ね、その成果の健康でいることとか幸せでいることとかのバロメーターの中に唾液少ないなって思うことも大事ですよね、はい、でも今の話の中でやっぱり思うのは、女の人って多分だからそういうこうなんて言うんでしょうね、まあ痛い思いをしたり嫌な思いをしたっていう方とかもやっぱりいるから、はい、実はなんか楽しそうにしていても本当は怖い、なんかまた痛いことされたら嫌だなっていう警戒が実はあったりするんですよ、はいはい、なんかそれが男の人にも伝わったらいいなって思ったりするんですよね。あ、はい、そうですね。で全然それをセックスって本能ですから考えてないわけですよ。例えば、なるほどね、例えばその、まあ、みんな女性もそうなんですよ、男性もそうなんですけど、例えばアナルとかをねいじるときに、うん、痛くしないからねってみんな言うわけですよ。また処女とやるときも、はい、痛くしないから大丈夫だよって言うわけですけど絶対痛いんですよ。痛いですよ。だから痛くしないから大丈夫だねってなんでダメかっていうと、うんうんうん、痛かったときに硬直しちゃってね、その先行かなくなります。で、あれと一緒です。マッサージで。いきなり痛いことされたら、その日ほぐれなくなるのと一緒なので。そう。ね、ゆっくりこうね、マッサージしてもリラックスできないからね。例えば、ないと思いますよ、普通の人なかなか。指入れたかったら、痛かったら言ってね、すぐやめるから。あで、そうしたら痛いんだなって思ってると、痛くても、あ、ごめんごめん、痛かったよねって言えば OK なんですけど、それができなくなっちゃうから言わなきゃいけない。なるほどね。あと、例えばもうちょっとね、先に行くと、男性は、おちんちんをおまんこに入れるのが当たり前だと思ってます、うん、はい、ね、はい、でも女性は
入ってくるのに一定の恐怖感を感じますね。ありますよ、はい、怖い。そういうのは分かんない男性がやってるんですよ、うん、でだから乱暴なセックスをする男性はアナルを掘られてみるといいよってよく、でどういうことかっていうと、内臓に自分の体じゃない硬くて大きい異物が無造作に入ってくるっていう恐怖感を味わうと、あ、無造作に入れちゃいけないんだなってことを理解する。そうですよ。だから何事も ね、あの経験、自分も経験してみた方がいいっていうね。本当そうで、内臓もあるし、ね、どんなにイケメンでも、どんなにこうね、いいデートしてくれてても、あ、こんなに雑に扱われてるんだったらもう次会わなくてもいいなって LINE、はい、ブロックしちゃったりとかシカトしちゃったりするわけですよね、はい、でもそうね、なんかそこがなんかこううまくこう歩み寄れるといいなっていうふうにいつも思ってるんですけど、そうだな、あとはやっぱりこう受け入れられなかったらどうしようって思ったりするから、なんか男性もちょっとこう来てくれたら嬉しいなって思ったりすることも。受け入れなかったっていうのは、まあ要はなんていうの、 今ってこう割とこう男の人も受け身な人が多かったりとかはする。そうだから、なんていうんでしょうね、あんまり強引だととかガバって来られたら怖いけど、なんかそういうこう自分のことをちゃんとこう受け入れてくれて大切にしてくれたらいいなって、こう女性的の 女性代表の意見として思うんですけど、そうですよね、はい、まあ、要は性に送ってない人とか自信ない人って、うん、結局自信ないからリードできないんですよ。だから リードできるようにしなくちゃいけない。まあ なんですかね、まあ時代の流れじゃないけど、だんだん男性が元気が出ないような世の中になってきてるんでなんでかっていうと、やっぱ20代の子が自信ないのは、まあ、ひどいですよね。結婚したくない、子供いらない、車いらない、家もいらない、なんでかって、モテるだけの収入までたどり着けないって思ってる。そうすると全てに自信がないから、自信ね、はい、でそうすると何をしてるかっていうと、ネットの中に気持ちいいことが全部あるので、でも例えば自信ないっていう人でも、まあ自信がない中でもその前に進みたいっていう人がいるんですけど、自信をつけるにはリードができるようになるにはっていうのって何が、これは男性の意見のよくある質問を代弁してます。はい、でも勉強して自分で変わろうと思わなくちゃいけないんですか、自分が変わらないと。クンニクマンさんもでもそうやって例えばこういろいろね、4,000百ね、でもみんな成功してるわけじゃないじゃないですか。あ、いっぱい失敗もしてますよ。あ、本当、はい、やっぱりこうダメって言われたりすることとかあって、それで落ち込んでもうやらないってならなかったのはどうしてなのかなと思ったんですけど、だから自信があったのにダメ出しされて、え、冗談じゃねえよ、うん、怒りですよね、バカ野郎。一番それでなりますよね。普通そうなるんですけど、なんて人が多くて、だから僕はその国がもうそこそこうまいって言われてたのに、当時付き合ってたセフレの子にキスが下手なんだけどどうにかなんないって言われて、でもう国うまいって言われて、なんでキス下手なのって、まあ自分の怒りもあるけど相手言った怒りもあって、え、どういうことって言ったら、わかんないっていうか、こうもうやり合いですよね。でいろいろ聞いたら、なんか唇と舌が硬いみたいって言われて、え、硬いってどういうことって、柔らかくすればいいんじゃない、え、どうしたら柔らかくなるのみたいな感じだって、でちょっとやってみようみたいになって、そこから5時間ぐらいキスの特訓をして、そしたらやっと力の抜き方が分かって、明日柔らかくなった、唇柔らかくなったよって言われて、それからキス下手って言われなくなりましたね。それでもお互いがこうすごく良かったというか、お互いなんかミラクルですよ。だって男の人って多分ですけど、キスが下手って言ったら絶対キレられると、そうでしょ思うから、いえ、ね、キレるし、キレまして、なんかムカついたからやり返そうと思って特訓なんて。そんな失礼なこと言うんだったら、もうお前いいよって言ってプイって男の人は言っちゃうかもしれないし、女の人もプライドがあったんですよ。君に生まれてプライドがあったから、そこよ、そんなのにキス下手なんて、そこよ、許せないみたいな。きっと超えられるのはね、あ、そこだ、みんな自信がないけどどうしようって思ってるけど、そこまで強烈な嫌な思いしてって言ったらみんなプイってしちゃうけど、だから自信持つためには、まあたまたまね国がうまかったのありますけど、スポーツとかと一緒で、やっぱりちゃんと自信ないんだったら自信つく練習すればいいでしょ。偉い、女性もでもそこを根気よく教えてあげるところも偉いですね。ね、よく教えてくれましたよね。本当にそう、女神じゃないですか、ある意味、うん、まあ7年間ぐらい付き合ってたんですけど、まあすごいね、いい子ですよ、お勉強させていただきましたね。素敵すぎる。いや本当、じゃあ
そういうこう嫌な、そうね、あの結構で私もやっぱり周りの男性の方から聞くと、嫌な思いをしたんですよって言ってお話される方多いけど、嫌な思いをしてるけど、そっからじゃあもっと上手になるにはどうした方がいいかとか、喜ばせられるにはっていうところを超えないと、うん、そうですね、だからスポーツもそうですけど、満足したら成長なくなるよって言われるように、うん、その満足しちゃダメじゃないですか。還暦ですよ、還暦、素晴らしいですよ。こんなにあの応用なあの60代いらっしゃるかなって思うぐらい。いやでも周りみんな友達60歳同級生ね、60歳ですから。頑固じじい多くないですか。でもどうなんですか、もう最近会ってないから分かんないですけど、ね、まあでも年取っていくほど自分を変えたくなくなりますよね。そうでしょ。その国学ぶのもゴルフ学ぶのと一緒だよってよく例えます。あ、いい例え。あの皆さん大体我流でゴルフ始めるわけですよ。会社のお付き合いでコンペ行って、はい、うん、ね、もうね、最初は走り回って、はい、そこそこ上手くなってきて50代ぐらいになるとスコアがね、そうすると習うわけですよ。レッスンプロにつくと、うん、もうまず最初にやられることスイング直されるわけですよ。ほんとね。で、我流の人、アマチュアの人って正しいスイングをしてないので、まずスイングを直されちゃうと、うん、スコアボロボロになるわけですよ。なる。で、こんなのやってらんないと思って、うん、ほとんどの人はまた我流に戻るわけです。そうすると成長できないんですけど、 10% ぐらいの人はプロについてずっとレッスンをしていくわけです。7番とか9番でね、頑張ってね。そうするとちゃんとしたスイングができて、ちゃんと球が飛ぶようになるとスコアが上がっていって、頑張ればシングルとかになるわけですよ。それだ。だからスポーツってでもそうで、我流でやったら上手くなれないから、ちゃんとしたプロにつかなきゃいけないんです。だからでもセックスのプロがいないんで、そこが問題ですよね。送り込みたい人いっぱいいますよ、今の。クニのプロは、クニだけのプロは僕しかいなくて、セックスを教える人いっぱいいるんですけど、いや、一日で教えられないと思うんですよね。僕だって、クニの話したら、今ね、熱くなったのに分かるように、多分3日2晩喋るぐらいの情報量あるんで、素敵。ずっと喋り続けると思うんですけど、だそうすると、ね、2、3時間で教えられないわけですよ。まあ、でもそれって例えば焼肉食べに行くじゃないですか、はい、でその時に最初に食べたのが美味しいって思うと、ここのお店美味しいねって言ってパカパカ食べちゃったりとか、ガクガク飲んじゃったりするじゃないですか、はい、でだから多分急にもそうだなってこう女性的には思っていて、うん、ああだからそうだ、最初に一緒って大事なんですけど、だからちょっとあまりにも際立ったことをしちゃうんで、最初やっぱりうちの今の奥さんもそうですけど、最初2、3回は何されたか分かんないっていうのが正しい、うん、あ、だってそこで気持ちよくなったら女の人で、だからその後のセックスの方も大事なんだけど、実はキャーってなってるから、だからそこも大事だしその前も大事なんですけど、だからそこがね、なかなかね、伝えるのもあまりにも世の中の男性が違うことをしてるから難しいわけですけど、まあ、そうすると気持ちいいとかは無理だけど、第一印象だけはちゃんとよくいいのを伝えましょうね、うん、例えば最初の触れ方、うん、あー分かる、そこがすごく大事で、それはそのこっちの方じゃなくて、その体の触れ方ね、体もそうですけど、だから実は僕が舐めてくださいって言って最近舐めるのって、うん、何にもお話もほとんどせずに、体も触らずに行ってしまんこ舐めるんですよ。だから本当の愛の訓練とは違うんですけど、それで僕は結果を出さなきゃいけない訓練を17年間やってきたんでまあ約18年間。なるほどね。そうすると舌がこう触れた瞬間が大事なんですよ。それ最初の人舐めが本当に大事なんだ。ファーストアプローチがね。そこをどれだけいいことをするかっていうのが大事なんだ。まあ大雑把に言うとどういうことかというと、例えばこの強さが平気だけど他は嫌なんですよ、ね、うん、いや怖い怖い、ふわっときてからグッとされてやってる、このふわっとどうやって入れるかが一番大事なんだ。確かに。で実はセックスの第一印象は女性の体に触れた瞬間だし、国の第一印象は自分の舌がマンコに触れた瞬間だから、そこが一番大事。あ、そうですね。さっき一口食べたら美味しいと一緒ですよ。そうですよね。そこでまずいと思った瞬間にもうそのね、うん、焼肉屋さんダメだし、うん、でもね、だからステーキを最後にメインディッシュとして出そうというところ、みんなね、男性の方はこうあの考えられてるのかもしれないけど、意外ともう前菜の段階でもうあのね、こう一番美味しいもの出しちゃった方がいいのかもしれない。男性は違うんですよ。ステーキはメインディッシュじゃなくて、はい、男性が好きなのは吉田の牛丼みたいなセックスです。どういうこと？早い、うまい、美味しい。だから女の子、あそこね、あそこで笑ってますけど
女の子が来て、うん、はいどうぞみたいに、それはできない。だからそれを求めてるからダメなわけですよ。でも女性は、ね、メインディッシュがステーキって言いました。フランス料理のフルコースを最初の前菜から最後のデザート、うん、コーヒーまで会話を楽しみながらするようなセックスをしたい。そうなんですよ。そういうことが終わった後とかもこう、ね、大事にされているっていう感じがあって。それがいいんですけど、そういうの男性はしないからダメです。でもね、そうですよ、もう本当に詰め将棋じゃないんですけど、男性を追い詰めていっちゃうんですけど、うん、あの仕事じゃしてるでしょって、はい、だから要は男性が従ってるのは、うん、何の進展もないノミニケーションというのの上司との義務感たっぷりの飲み会やだやだ、ね、をしようとしてて、うん、でも女性が求めているのは絶対に失敗許されない得意先の社長の接待のようなセックスをしてる。仕事だってできるわけですよ。まあ、この接待絶対失敗するのよってちゃんとできるんだから、女性にもそうすればいいでしょ。本当にそうだと思う。だって失敗できないから、うん、まず今だったらね、タバコ吸えるかどうかを考えますよね。相手がタバコ吸う人だった時に考えますよね。次にじゃあ肉が好きなの、うん、和食が好きなの、中華が好きなのって選びますね。確かに、うん、さらに今度ね、食事してる時にまあ当然商談なんですけど、日本の場合ってね、そこでやっぱり世間話とかが多くなるから、うん、相手の社長が野球が好きなのか相撲が好きなのか、あーそうですね、ギャンブル好きなのかっていうその話題を持ってるじゃないですか。一生懸命探ってね、この人と仲良くなるには、楽しませなきゃいけないっていう ね、そういう考えるじゃないですか、うん、じゃあ女性のセックスとかデートもそう考えればいいのに、ほんとそうですよ、考えないからダメなんですよ。本当にそう、やっぱりそうですね、あの邦久満さんもそうですし、あとはやっぱりそういうなんて言うんでしょうね、こう意外とそういうあの性のお仕事に携わっている男性の方って皆さん共通するのが、あのお仕事もそうだし、そっちが充実してる方みんなね、どっかゆったりしてて落ち着いている感じなんですよ。だからこうガツガツと来る感じじゃなくて、あの来てもいいよっていう感じじゃないし、いやあのこれは笑い話として聞いてくださいですけど、この間打ち合わせした時にお店に行ったじゃないですか、えどんなところなんだろうとかって思ってドキドキって思って、食べられちゃうのかなみたいな感じだと全然そういう感じじゃなくて、本当に紳士的でいらして、ね、そういう、こう余裕があってっていう感じだったりするから、そこがいい場合とはダメなんだよね。でもね、安心、でもやっぱり安心できる野獣感も見せなきゃいけない場合もだとあるんでね、それも難しいと思うんですよね、はい、あでもそうですね、あの好きな男性とかこう、まあ、そういう時はギュッてしてほしいっていうのはありますよ ね、この人私のこと好きじゃないのかしらって思わせてもいけないから、やっぱりある程度ことやりたいグイッとね、やりたい下心を見せなきゃいけない場合もあると思いますよ。でもなんかあれそう、でもあのこうなんていうんですか、余裕がある男性っていいですね、とってもなんかこう、ゴリゴリっとゴリゴリっと、うわ食べられちゃうのかなみたいな感じだとやっぱりこう緊張しちゃうし、それさっきのあの見たいことされたくないっていうのと一緒だと思うんですけど、だからもしかしたらゴリゴリってされちゃうと、あの本当はすごく気持ちよくなれることっていっぱいあるのに、女の人ってやっぱこう体硬くなっちゃうと本来の気持ちよさを味わえないみたいなところとかもあったりするから、そういう、こう雰囲気作りとか場作りっていうのはすごく大事なんだろうなって思ったりとか、はい、いやね、こういう話をしているとどんどん時間が経っていって、大体どんどんでも楽しかったですもんね、話してね、こういう話がメインなんですよ、要は女性ってどういうのって、うん、まあ、今日も今なってない話してない中に女性と男性で感じ方が違うとか、女性向け AV ってあるじゃないですか、男性が見てもつまんないんですよ、女性はそれがいいわけだし、女性は男性が好むような激しいセックスシーン見ても何も感じないわけです。そういう違いとかをね、分かんないと女性は気持ちよくならないから、だから昔から言われてるじゃないですか、女性はムードに弱いって。確かに、だからムードを作れば女性は気持ちよくなれるわけです。男性はムードってダメなわけですよ。本当そうでしょ。だからほら風俗とかでも、例えば男性ってまあ、今ねイメージが湧かないかもしれないですけど、うん、地雷を踏むってありますよね、はいはいはい、まあ、とんでもない地雷を踏んじゃっても、はい、最後に気持ちよく発射できたら、うん、まあいいかって思えるのが男性です、うん、なるほど、ね、女性は2万円払って、まあ、今女風流行ってますからね、うん、すごく好みのイケメンが来てやってくれた、うん、気持ちよかったけど私の2万はこれじゃないよと思ったら満足できないです。そうですね、すごくわかる、そういう違いがあるし、うん、まあ、感じ方、はい、キムタクの大ファンがキムタクに会ってハグされたら行っちゃうんですよ。
って、まあ、言っちゃないですよ言っちゃうかもしれないって言って想像できますよね。でも男性はね、指原の大ファンで指原になってハグされて行っちゃうかったら絶対行かないですよ。勃起はするかもしれないけどだそういうふうに脳の構造が違うわけですよ。まあ女性の男性のとかって言うとセックスでもそれがあるからちゃんとそういうの分かって女性に接しないといけない。そうするとどうなるかっていうとテクニックって一番最後でいいんだよねっていう。なのにみんな男性はテクニックテクニック俺の技だ技だがってなるじゃないですか。なるほどね。でもそれをやっぱりクーニクマンさんから教えていただけるからさっき の,、ね、あのゴルフレッスン習いに行った方が上達しますよっていうのと一緒でやっぱりこう女性と接するのが上手になったりしますよね。 そ, うね、そこは大事なん で,、うん、で, そうでもう10分前って言ったんですけど、はい、そんな感じなんです。で、あのね、多分もっと聞きたいこともあると思う、ね、聞きたいこともあると思うんですけど僕もちょっと今日お呼びした理由があって、うん、何やっぱりあのそう恋愛番長っていうね、うん、恋愛セミナーやられてるっていうところで、はい、で、うん、要は国上手くなってもダメなんですよ。 その前に彼女を作んなきゃいけないですよ。それができない人が多いんですよね。でやっぱり女女教師ってやっぱりねダメなおじさんたちが、うん、まあね失礼なんで多くてやっぱし僕をディスってるね生徒がいて、クニまた前にコミュニケーション学べよみたいな。コミュニケーションがみんな取れない人が多くて、あーもうすごくよくわかる。どうやって女性と接すればいいかとかね、うん、でもみんな自分のできない理由しか言わないんで、そうじゃなくてさっきの、まあ、キスの特訓もそうですけど、うん、できないんだったら自分で変わんなきゃいけないんだ。そう変わなんかねいいアドバイスじゃないですけどないんですかね。もうそのコミュニケーションが取れない おじさんたち、まあ若い男性もそうですけど、コミュニケーションが取れない、やっぱり嫌な思いしてもこのあのまたいい思いができるようにっていう感じで、まあ、ちょっと反省するところは反省して、でもやっぱりこうその反省化して次に次にってやっぱりやっていく精神しかないんじゃないかなって思った。実践かな。あとはやっぱり女の人がいるような環境のところに慣れた方がいいですよね。女の人の意見聞けるような場を、はいね、まあね話聞かないおじさん多いですからね、うん、そうですね、うん、なんか僕コミュニケーションとかもすごく、うん、TPO が大事って思ってて、はい、うちのお店ってエロを出せるお店なんですよまあね言っちゃうハプバージョンって変だわって言ってるんですよ。うん、そうするとあのうちのお店はクニやセックスだマンコだチンコだ言っていいんですけど、相手の職業を聞いたり住んでるとこ聞いたりしちゃいけないわけ、はい、要は皆さんそれを隠して遊びに来てるんだから、なのになんですよって説明すると男性たちは口ごもっちゃうわけですよ。で大体よく来るのとかいつもあそれ言っちゃいけない、わかるよ、そういつもやるのみたいな、あよくないなるから、あもう本当だ、そうなって、うん、言っちゃいけなくてちゃんと性の話すればいい、それができなかったりするから、うん、なんかでもそれってね仕事でできてると思うのにできないから、仕事で聞いちゃいけないですよね。どんなチンコしてるんですか、あねデリカシーないですよねそれはね。だそれがね、うん、逆ができないって思うと思う、頭はねうまく働かせなさいよって思うんですけど、うん、確かになんかそういうこと伝えられるといいな。そうするともっとなんかお互いのコミュニケーションも上手になったりできますもんね、うん、あでもみんなダメなとこってあって、うん、僕も実はいっぱいあって、ええ、一番自分で感じてるダメなところは、はい、エロ場に行くとエロさが出ないんですけど、うん、街中でエロさが出てるらしくて、うん、あのおっぱい大きな人が好きなんですよ。へえ。で、でも最近だとね露出系のファッションの人とかいて、うん、こう谷間が見えたりすると、うん、ついついそこに僕目が行ってるんですよねでまあそうすると行っちゃうと大体隠されるんですよ。ああでまあねこんなことやってるんだんだん分かってきたんですよ。僕の目つきがやらしいんだなってじゃあどのぐらいやらしいのか実験してみようと思ってちょっと話続いちゃいますけど、うん、まあ遠くで他人も発見と思ってじっと見てたら大体 200m ぐらい先に皆さんこう隠すんで、うん、えすごい200m までそのすごいな反撃が飛んでるんだなみたいなでやっぱりそういう街中でエロくなってるから嫌がられるんですけど、江戸場に行くとエロく、まあ、この間も、ね、全然エロさなかったエロくないみたいで、ねうん、ラッキーなんですけど、うん、やっぱそういう時みんなあのいいとこ悪いとこ持ってるんでちゃんとそれを客観的にね分かんないといけないって。素敵。例えばモテたいと思ったら、ね、顔面偏差値って話をよくするんですけど、はいはい、いや自分の顔っていうか相手女性なり男性も全部そうですけど、A の下なのか B の上なのかもうねそれこそ確実に分かんないといけないです。確かに。で下 C の下でもいいんですよ。どん底でもちゃんと自分がどん底のレベルなんだって分かっていれば感情できるわけです。だってね芸能界でねその
合わないカップルさんといっぱいいるんですか、ね、いっぱいね。最近だと山ちゃんとかもねよく言ってますけど、まあ、でも山ちゃんは別にいやキャラがダメなだけだと思うんですけど、でもそれでもねちゃんとあのね綺麗な女優さんと結婚できるわけだから、ね、だから自分を理解しなきゃいけないのにそこができてない人が多いのかなと思って。大事。セックスもそうだと思うんですけど、ね、はい、そうですね、どんぐらい上手くてどんぐらい下手なのかって分かんないとダメだし、どんぐらいかっこよくてどんぐらいかっこ悪いのか分かんない。あとタイプ、タイプね、あなんか僕が喋っててもしょうがないんですけど、いいんですよ、あの、うん、僕はどっちかというと多分可愛い、まあ、童顔系なんで、まあ、60のじじいがいるなって話になりますけど、あのそれはみんなありますよ。だから母性本能をくすりような生き方をするといい、うん、それやっぱ自分のキャラは分かんないときね、はい、なるほどね。でもう5分前になっちゃう、はい、でこの続きはね今度石川さんの番組に僕一応ゲストで出ることになっているので、はい、そこでまたねお話続きはねしていきたいと思います、はい、であの、うん、なんかね告知とかが多いいいんですか。あのぜひねあの見ていただけたらと思うんですけど、2月の17日の9時からあの第3金曜日にいつもやってるんですけど、明るい性生活のすすめというこのオンラインの、無料講座を、オンラインなんですね。そう、はい、無料のセミナーをやってます。で9時からやってるんですけど、明るい性生活のすすめ、次回のテーマまたしたくなる体って、次はもうこの人とお相手したいって思われるような体ってどんな体なんだろうって、体作りだとか、あとどんなことをあの準備しておくといいよっていうこととかも、そのゆうたんという相方と一緒にですね私お話しさせていただきます。あのぜひ無料ですし、あの画面オフでミュートでも参加できますので、匿名で参加できます。なのであのまたしたいなって思われるような体になりたいって思われる方はぜひお越しいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。あのまたあの内容は貼っておきます。ご覧ください。あとの僕の方からもねいろいろお知らせがあります。はい、ちょっと変なお知らせばっかりですが、まず最初これちょっと真面目なお話、うん、霊能力の開花合宿っていうのなんか大見にその霊能者で最近ねめきめき近づいているファイヤーヨコさんっていう方がいて、その方と一緒に自分の霊能力をアップしましょうっていうんで、うん、大見になんかすごくパワーの強い神社があるんですけど、そこに行ってきます。その後に霊能力でいいのみたいな座談会があって、うん、霊視鑑定とかもしていただきます。まあ詳しくはねあのお店の、ね、見ていて、で次が、これは、ね、面白いやつ、大人の国語の時間、はい、純文学を、ね、変態的に解釈をしようっていう読み解き。で今回のテーマは夏目漱石の心です。心が実は友情とかをテーマにした小説って教わってるわけですよ、うん、実は BL だったよっていうんです。で僕原告大嫌いだったんで、うん、もうこういう先生に出会ってたらね国語好きになったらいいなって思うぐらい。で教えてくれるのはまあ有名女子大の先生です。はい、タモリクラブとかにも出演されてます。でそうするとちょっとだんだんおかしなものになってきます。はい、次あの M 格闘講座まあ、あのねプロレス技をかけられたいみたいな男性のための、うん、ためっていう、要その男性をいじめるためいじめてための女性の講座です。たまらんですね。はい、というのをやってます。でその次がちょっともっとね男性がヒュッとするね金玉を蹴るための講座です。で一定数蹴られたい男性がいて蹴りたい女性がいます、うん、で教えてくれるのは、まあ、M 格闘と一緒なんですけど、はい、その界隈で有名な、うん、まあ、キックボクシングをやってらっしゃるエリカ様というね、新宿でパラフィリアという SM クラブを経営されている方です。はい、キックボクシングをされてて1日に3000発は蹴れますよっていうとんでもない方です、ね、でその次が、まああのね、まあ、僕の国道場と一緒にメインとかで国選手権というのでもう17回目ですからね。素敵。やってます。5月7日の日曜日ですね。あのね、あの下に自信のある方はねちょっと腕試しだって下試しなんですよという方はぜひ来ていただけたらなと。はい、はい、まあね変なことしかしてないんですけど、まあその他にももっといっぱいありますよ。あの、うん、尿道講座とかね、前アナル前日戦講座とかね、まあそういう私も知らないそこだ。あのまああのツイッターとか見ていただくと出てますね、はい、多分このあずりさんからもね飛んでこれますんで、興味ある方はぜひ、はい、あと真面目にねこのコミュニケーションのこともね、うん、やっていこうと思ってますんで、あ、はい、ありがとうございます。いい、はい、なんか一緒にねお仕事できたらいいですね。本当にあのぜひうちのお店でね講座をしていただきたい。あ、嬉しい、はい、座談会的な感じですかね。やりたい、はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 あと1分あります。もう宣伝とか終わりました。あ、はい、あのまずはあのツイッターだったりあのいろいろやってるので石川まどかで検索していただいて、フェイスブックもいっぱいなので
それ以外のところだとまだ余裕があるので、そちらでフォローしていただけると。フェイスブックいっぱい、もうね5000人いつもねいっぱいで、あのちょっと整理していつもフォロワーがいっぱいいるんですよ。ありがたいんですけど。すごいですね。フェイスブック見てませんでした。本当？あ、じゃあ個別につながります。はい、ありがとうございます。大丈夫です。あ、出してくれた。はい、第4火曜日の7時からチューンチューンチューズデーという番組やってます。全国1000万人の童貞素人童貞、あとはこう、ね、40代から60代のもう一花咲かせたいというおじさま向け の番組やってますので、どうぞご覧ください。よろしくお願いします。じゃあぜひその内容でうちのお店でもやっていただいて。あ、ね、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。 夏前ぐらいにはやりたいですね、はい、やりたい、うん、はい、はい、まだあるのかな、はい、あ、はい、オッケー、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。